はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ディズニーインフィニティ 3.0 です。ディズニーインフィニティ 3.0 が出た時にもうすでに購入してたんですけれども、こちらはですね、はい、スターターパックです。はい、はい、スターウォーズの世界で遊べるということなので、はいはい、これはですね、アナキンとあとアナキンのパダワン弟子のアソカ、はい、女の子ね、これが入ったスターターパックになっております。うん、そしてクローンウォーズの世界で遊べるのかな。うん、はい、このセットの方にはこちらのディズニーインフィニティベースって言われるですね、はい、ここの上にフィギュア置くやつね、うん、これが付いております。それとアナキン・スカイウォーカーとアソカのフィギュアが付いておりますね。はい、アナキン・スカイウォーカーはこれはエピソード2と3の間だよね、うん、ジェダイナイトになっておりますね。はい、はい、そしてその弟子であるアソカです、うん、アソカは、二刀流ですね、うん、しかも逆手持ちです、うん、はい、結構ねいいんだよこの戦い方が。それとアナキンとアソカのカードですね、はい、これは後ろにウェブコードが書いてあります。はい、そしてこちらがプレイセットピース、はい、共和国の終焉っていうゲームで遊べるものですね、うん、こちらは、ライトセーバーが2つフィギュアになってます。で今回はこちらの、帝国への反撃というプレイセットとフォースの覚醒のプレイセット、これをですね、はい、開けたいと思いますね。はい、はい、じゃあ開けましょうか。うん、帝国の反撃から、この半分から開けていい？これはルークとレイヤーだね。そうだね、これガリャッといっちゃうよ。うん、ガリャッ、ガリャッ、おいっ、おっとっとっと、お、気をつけてね。あ、手間は、こういう感じか。はい、こちらが帝国への反撃のフィギュアでございますね。ルークとレイヤーです。はい、2人ともなんか可愛い感じになってるね。うん、ディズニーっぽいというかアメコミっぽいようなデフォルメがされておりますね。うん、ルークはライトセーバー持ってて、レイヤーはブラスター持ってます。うん、2人ともエピソード4の時の衣装だね。うん、はい、でベースがちょっと違うね。うん、なんかこうデススターなのかな、これなんか黒い床に立ってますね。うん、そしてこちらが帝国への反撃のプレイセットピースですね。はい、これは完全にデススターですね。はい、クリアなデススターもかっこいいね。うん、はい、そして最後にこのカードが入っておりました。これはルークとレイヤーだね。うん、後ろにウェブコードが書いてあります。はい、では最後にこちらのフォースの覚醒のプレイセットも開けてみましょうか。はい、またズババッと開けるよ。ズババッと、はい、はい、こちらがフォースの覚醒のプレイセットのフィギュアですね。うん、こちらがフィンで、こちらがレイです。うん、レイはこの杖を持っております。杖っていうのかな、これ棒みたいな。そうだね、はい、こういう感じですね。はい、ちょっと顔は全然似てないけどね。はい、フィンは、ブラスターを持ってますね。こんな感じです。うん、まあ、フィンはまんまなんか似てる、特徴取れてるな。うん、はい、そしてこちらがフォースの覚醒のプレイセットピースです。はい、これは、ファーストオーダーストームトルーパーのヘルメットがボトッと落ちてますね。うん、でここにマークがあって、これなんだろうな、ファーストオーダーのマークかな。ん？ファーストオーダーのマークかも。そしてフィンとレイのカードが入っておりましたね。はい、この後ろにはウェブコードが書いてあります。はい、それではですね、せっかくこのフィギュア出してみましたので、一度プレイステーション4に読み込ませてみましょうか。はい、はい、ちなみにですね、この、ディズニーインフィニティでゲーム実況する予定は全くありません。はいはい、はい、ちょっとね、大人の事情でできませんので、はいはい、ご了承くださいね。はい、はい、それでは今ディズニーインフィニティのトイボックスを開いてますね。はい、ここに、アナキンのフィギュアを置いてみますね。はい、はい、出ました、アナキン。うんうん、こんな感じ。ライトセーバー持ってるね。はい、こんな感じでふうふうふうと振り回せるだけでね。いいじゃん。あ、フォースも使った今。うん、フォースいいじゃん。次じゃあアソカ行ってみましょう。うん、アソカ乗せてみます。はい、はい、はい、来た。アソカは両手持ちだね。うん、しかも逆手、結構激しく、うん、周りにブンブン振りますからさ、うん、周りの敵とか全然なんか倒せそうだよね。おお、指入っちゃった、指入っちゃった、すごいね。うん、ちょっと見えないかな。はい、ではエイシン君、ルークやってみましょうか。はい、はい、お願いします。はい、ルーク来た。うん、ルークライトセーバー持ってるね。はい、おブラスター持ってるんだ、ルークは。うん、もう一回ライトセーバーやってみて。分かった。おう、こうやって見るとアソカの方が強そうだな。はい、じゃあ次レイヤー行きましょう。はい、レイヤー行きます。
ドーン。このコントローラーが毎回揺れるんだよね、読み込むためにね、うん、はい、レイヤーブラスターだね、うん、と格闘家キックとかパンチとかそうだね、うん、はい、じゃあ次フィンいきます。はい、お願いします。ドーン、はい、来た。フィンはブラスターだね、うん、とライトセーバー出せますか。ライトセーバーは出ない出ない出ない。パンチキックだけ、うん、あら残念、出せないんだね、うん、よし、じゃあ最後レイいきましょう。はい、レイいきます。ドーン、はい、レイはブラスターと あと棒も出せんでしょ。うん、ほい、あ、出せた出せた。というかブラスターもついてんだね、うん、結構、あ、レイとアソカと同じ感じかもしれない。ブンブン振りますからね、周りの敵を結構一網打尽にできそうだね、うんうん、はい、それで先ほど紹介したこういうねプレセットピースをここに置くとそれぞれのゲームで遊べるわけですね。はい、はい、それでディズニーインフィニティのいいところはこういうですねプレセット後で買うことでまたどんどんゲームが追加されていくからね、はい、それがいいんだよね、うん、はい、ということで今回はディズニーインフィニティ 3.0 でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。ちょっとね、はい、中途半端な感じになっちゃって申し訳ないね、はい、この画面が映れば本当はいいんだけどね、うん、画面いっぱいにね、うん、あ、すいませんでした。はい、はい、ということで今日の動画がですねもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、あとマイチャンネルでは Twitter と Facebook ページと Instagram もやってますので、はい、なんか喋った今フォローいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイ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